生き物たくさんこうチャンネル。前に乱暴で捕まえたおたまじゃくしの成長を見ていきたいと思います。どんな大人のカエルになるのか楽しみですね。捕まえたおたまじゃくしは4匹、1匹だけ小さな後ろ足が生えていました。1日目、ケロケロ。さあ今日から観察していきます。この見た目では何のカエルになるか分かりません。餌はメダカの餌をあげました。なんとなく餌を食べてくれたみたいでした。オタマジャクシはじっとしていることが多くてたまに動いていました。大きさですが、一番大きいのが3センチで、小さいのが2センチでした。2日目、ケロケロ。この日は食パンを揚げてみました。緑のうんちがいっぱい。おたまじゃくしの1匹が新たに後ろ足が生えてきました。元から足があったおたまじゃくしはさらに立派な足に成長しました。ガエルっぽい足になっています。5日目、ケロケロ。水が緑色になってきたので、きれいな水に入れ替えてあげました。6日目、ケロケロ。足が立派になったからでしょうか、元気いっぱいに泳ぎ回っていました。7日目、ケロケロ。ついに前足が生えてました。9日目、ケロケロ。この日は悲しい日でした。前足の生えたばかりのおたまじゃくしが死んでいました。原因は分かりません。3匹になりましたが、観察は続けます。10日目、ケロケロ。この日はほうれん草をあげてみました。かどうかは分かりませんが、ほうれん草の上で休んでいました。13日目、ケロケロ。後ろ足がかなり成長していました。17日目、ケロケロ。こちらの足はかなり立派に。19日目、ケロケロ。前足が生えてきました。いつでも大人になっていいように。
ました。21日目、キョロキョロ。ついに陸に上陸していました。尻尾も短くなり、ほぼ大人のカエルです。やりました。大人のカエルになりました。これは沼カエルのようです。26日目ケロケロ。大人になったカエルは別の容器に。餌はダンゴムシなどの小さな虫を入れてみました。大人になっていたカエルが死んでしまいました。37日目キョロキョロ。3匹目が大人のカエルになりました。もう1匹もようやく後ろ足が生えました。なんだか大人の方がかなり小さくなったような気がします。49日目キョロキョロ。順調に育っていた3匹目のカエルもついに死んでしまいました。50日目キョロキョロキョロッピー。最後のおたまじゃくしはまだ大人になっていませんが、もう死んでほしくないので逃がすことに。